真実。覚えたての愛しさは手紙の中書ききれず、あなたへ向けて押し寄せる、まだ言えない戸惑い、全てはこれから、いつでもこれから。 Now I'm ready to be ready for love。 ホットドッグと壁の花。一人じゃ踊れないわ。誰も呼んでないの？うん。いくら綺麗なドレスを身につけても踊る相手がいなくてはね。そういうのを壁の花って言うんですって。壁の花？踊る相手がいなくって壁際に立ってることよ。あれは惨めよ。壁の花。私小学生の時経験があるわ。え？でもその時はお兄様が踊ってくれたんで助かったんだけど。ねえ、今からでも電話すれば？誰か呼べるんじゃなくて？え？電話？でもダメよ、パーティーは明日だもの。みんな忙しいから無理よ。そう？ねえジュディ、足長おじさま、素敵なパーティードレスを送ってくださいまして本当にありがとうございます。でもついでに適当なパートナーも送ってくださればよかったと思います。だっておじさまは私と踊るためにわざわざ来てくださらないでしょ。壁の花だって綺麗ならミツバチが寄ってくるわよ。そういう要件での学生の呼び出しはできません。そ、規則です。前例がありません。ダメです。ねえねえ、ジョニーが来てくれるんですって？陸軍士官学校に行ってる彼。そうよ、ダンスパーティーが楽しみだわ。早く明日に乗れないかな。ねえねえ、あなたは誰と踊るの？私はね二人呼んじゃった。もしもし、学生の呼び出しは、あなたでしたの？パーティー？いえ、でも私、ダンスは苦手ですから。あ、ごめんなさい。本当ですの、それ。あになってみせるわ。
ないな。壁の花じゃ精一杯着飾らなくちゃね。そうね、あなたの言う通りだわ。え？私、どうやって見たところで壁の花は所詮壁の花だっていうことに気がついたの。だからもう帰るわ。そう、ちょうどよかったわ。この荷物どうしようかと思ってたの。持ってくださらない？いい。私、お昼もまだなの。どこかにお店がないかと思って。もう少し歩いてみましょう。え、ちょっと待って、あそこにパーラーがあるわ。ねえ、あそこにしましょう。ま、いいでしょ。あまりいいお店じゃなさそうね。ああ、ちょっとあれ、ありがとう。いや、ああ、どこに座るの？ありがとう。ここ？ええ。何にする？食事がまだなの。ならホットドッグセットがいい。サラダとコーヒーがついててお得だよ。あたしそれ！ホットドッグに紅茶を。紅茶か。じゃあセットのコーヒーを紅茶に変えてあげるよ。セットはいいの。でもセットの方が得だよ。損をしようと得をしようと、こちらの勝手ではなくて。 OK。 失礼なボーイね。他の店にすればよかったわ。でも親切だと思うけど。ただのおせっかいよ。それにセットだなんてサービス品でしょ。どうせ大したことないわ。ふん。うわー、だからセットの方がいいって言ったんだ。これで結構。いただきます。あ、ま、ごゆっくり。ちょっと待って。え？ナイフとフォークを。え？お？ナイフとフォークよ。手で食べろとおっしゃるの？お、うん、うん、そうだけど。大口開けてパクつく、それが一番うまい食い方なんだ。だろ？ホットドッグにナイフとフォークなんて言ったら、ここのマスターがそっとしまうぜ。さあ、食べてごらん。ほら、マスタードをかけて。ね、うまそうだろ？さあ、食べて。
そう、うまいだろう。ね、親切でしょ。あんなのただのおせっかいよ。失礼なボーイなのよ。お客をお客とも思ってないの。厚かましくておせっかいで、ニューヨークのレストランならすぐにクビだわ。ふーん、そんなにひどかったの？え？そうかな。ジュリアもずいぶん優しくしてもらってたじゃない。バカなこと言わないでよ。あんなの図体ばかり大きくて教養がなくて力だけが自慢の野蛮人よ。素朴で温かいのよ。ジュリアだって本当はそう思うでしょ。温かいのは頭の中だけ。ジュディ、そんなにお気に召したのなら彼をパーティーに誘えばよろしかったのに。は？この良き日、私たちのリンカーン記念女子学園は創立50周年を迎えることができました。これもすべて我が合衆国の誇る自由博愛の民主主義精神を貫かれた偉大なるリンカーン大統領の教育方針の賜物。楽しくて、こんなに賑やかで華やかだとは思わなかった。まるでお祭りみたいでみんな楽しそう。まったく、約束した3人が3人とも時間に遅れるなんて失礼よ。私の相手もまだよ。ちょっと探してくるわ。飲み物でもいただいてくるわ。あ、失礼。あなたは。ああ、昨日の。なんだ、ここの学生だったのか。いや、ここのホットドッグの方がうまいね。パートナーいないのかい？え？僕も約束の相手が見つからなくて。どう？私は結構。あなたのお相手ならお似合いの人がいるわ。ジュディ？あれ？いやあら、パーラーのボーイさん。僕も招待されたんだ。素敵だわ。どう？似合うだろう？うん、見違えちゃった。ありがとう。ねえ、踊らない？でも私、踊ったことないもの。大丈夫、僕がリードするから。うまいもんだよ。
時々僕の足さえ踏まなきゃね。ごめんなさい。開いた。ごめんなさい。いいさ、ステップは踏んで覚えるもんだ。はい、そうそう、いいよ、その調子。いいぞ。思った通り、親切なのね。ただのおせっかいなのさ。開いた。ごめんなさい。ねえ、あのジュディと踊ってる彼、プリンストン大のクォーターバックじゃない？ああ、どうしてジュディがあんなスター選手と？スター選手？どこにもいないの。あら、楽しかった。それはよかった。私ジュディ・アボットです。よろしく。君がジュディか。噂はよく聞いてるよ。ジミー・マクブライドだ。マクブライド？それじゃあ、どうやらそういうことのようだね。プリンストン大のマクブライド選手でしょ。サインください。次は私と一曲踊っていただけませんか？いや、参ったな。お兄様ったら、どこにいるのかわからないんですもの。ごめんごめん。サリーのお相手がお兄さんだったなんて。しかもフットボールの名選手で、それが私と踊ってくれた人だなんて。この間からいろいろと失礼の数々を。いいさ。なんだ、もう知り合いだったの？うん、昨日僕がバイトしているパーラーでね。うん。じゃあ野蛮人ってお兄様のことだったのね。野蛮人？サリタラン。今度は私と踊ってね。残念でした。せっかくだからこの曲のステップもコーチしてあげるよ。もうジュディがお気に入りなんだから。誰のためにパーティーに来たんだか。ジュリアのお友達遅いわね。休養で来られないだなんて。あなたのお兄様だったなんて本当に感じないじゃない。上手だ。初めてとは思えないよ。マクブライドさん、ジミーでいいよ。今度はジュリアと踊ってくれません？彼女本当はあなたと踊りたいって。でも恥ずかしがり屋で言えないのよ。サリーはいい友達を持ったな。は？いた！あっ！このステップはジュディには難しすぎるな。これじゃ僕の足が持たないよ。ごめんなさい。ねえ君、踊っていただけませんか？サリーと踊って差し上げれば。ダメダメ、新品の靴なんだ。あまり踏まれたくないのさ。いいわ、私先生について習ったことがありますのよ。足長おじさま、私のやったことは恥ずべきおせっかいでしょうか。でもこれで楽しいダンスパーティーになったので、
私は大満足です。それにサリーにあんな素敵なお兄様がいたなんて、これは特筆すべき出来事です。またお兄様取られちゃった。お兄様何をやってるのかしら。さあ、目にゴミでも入ったんじゃない。彼はプリンストン大学のメイクウォーターバックで、優しい力持ちさんという感じで、私はいっぺんで好きになりました。追伸、いつか私と踊ってください。ダンスを覚えたジュディ・アボットより。ジュリアの様子が変なの。フットボールの本を熱心に読んだりして。そんな時ジミーから私宛に贈り物が届いたの。そしたらジュリアが不機嫌に。次回クォーターバックからの贈り物、お楽しみに。Thank you.